そういうわけで最後の、ね、多分次来るのは10月以降ねうんうんそういうことやないやー分かったまあ日本じゃなくて滋賀県総攻撃しようという,うんうん俺たちのためにねじゃ滋賀県が元気よえおでんさあ溶岩は元気やってそういうことあいつが招いたことや バグリン大臣、上坂すみれん、ドキドキな、ロシア。大使か、主催の、うん、よし次ア、知ってますよあ。おかげで責任追及できて、こいつ逮捕したら、こっぴどく言えるか。うん、責任追及できるで。あというわけで、上坂すみれん、お前も日本政府公認のテロリストだから、通報してるの知ってるぞ、こら。そういうことで、この間、警察庁、解体の危機になるぞ。もう解体の危機になってるの知ってるぞ。けんのん、じゃん被害届、不受理してるの知ってるぞ。 こういうことやん。あ,あそういうことやあ。全然注意してなかったんで、こういうことや、サイバーテロやってん。ほんで、都合悪くなったんでサイバーテロ始めたんか。1億うサイバーテロリズテロリズムを始めたんか。警察庁、いい加減んねんと、本当に買いたいって言うぞ。お前らのせいで、こううの人じはなくなったやんやぞ。テロ行為でん。まともな正当な行為でん。ああ。 そうなんで俺か俺は大型だったよ。そう、おしようかなそうみんな血液が高い血液型,そう血液型じゃなくてみんな刺されやすいって言わた。もうこれ、嘘っぱちです。ああ最初からこれ何なら分かる連続者あのテロリストのことや。もう最初からあいつテロやってたやんうもうあいつ首になってやった。もうさす日本政府にのテロリスト。そういうことや。もう。そういうことや。もう。 そういういことですね。俺は誰も文句言えん。あいつわかるよあ本物のヒュードルです。ああヒュードルってシャイニングホースに出てきたねあの。負の力を持つ、ね、生命体のことね。スペシャルクリーチャーズっていう分類なのが。負の力を持った生命体、さあ、イノベーターっていうだ生命体と合格に戦ったの、ねだんだん。あいつ本物のヒュードル、そう。テロリズムの神だって。 デイリー・オブ・ベノミズムね、テロリズム、神やって、テロほんで都合悪くなって日本の国内問題を世界中ばらまいてて、いろんな事件起こってるやろさ、全部こいつが回してて。さあ、みんな、お前が知らんやろ、都合悪くなったんで俺をいじめてたんか。ね、都合悪くなったんです、日本全土で。サイバーテロを始めたんか、警察庁総動員して。そういうことで、キングレコード、本当に爆撃するぞ、文局全域。じゃなく、やると、やらなら俺ない。 この人たちのためにもさあ、お前らのせいでこの人たちが亡くなったな。おこは、うん、おなったんぞ。お前らのせいでこの人たちが亡くなってこの人たちなんぞ。おらったんぞ。上がったんぞ。か本っに。うんお前らが元いを、滋賀県を潰す方針が見えた。ロシアのためにも、ちょっと、うん、滋賀県、問題の土地やったな。こと別にアメリカ革命勢力を生きてさあ、滋賀県攻撃しようと思った。問題の長市全域は総攻撃する方針や 大津も総攻撃す問題の土地が多すぎるそういうことやアメリカ製この前行くとねじゃなくてこの前行くとねもう、まあまあ、日米同盟が解するで本当に滋賀県の県ねもう国内問題放置しすぎ日よ自民党いつも国外に責任転嫁しても無理お前らはサーリー戦後の水着や命令であの2012年の12月16日の,あの日曜日の 自民党復活させたもんあの水着なたちか献金もらってあってんじゃよなあのー、不正選挙所、うん、我でしっこいだそういうことお前らが前われてるこいやよ敵都はテロやぞほんでこれを放置してたんが九年近くも本当最悪やなあ <laughs> ういうことや日本はテロ国家ってこと <laughs>、まあ、テロ国家ねアホやからもん思 <laughs> いとけキングレコードす,すみませんモストカンバリーお前ら四社 経済制裁、軍事制裁に適応対象にするぞ、このまま。不正な通報してたの知ってるぞ、キング・レコードのために。お前らストーカーやってたの知ってるぞ。警視庁、注意したんか、この件警察注意したんか、本当に。そういう上で、国策のテロだって分かった。あ,あことあれやったのは事実や。それに俺は、自分の空間であれを予告したのこういうことは最初から。こうするべきやんな。まだ当時あいよ。使い慣れる。 まだ不十分だった。最高者をしてるじゃん無理。もう、ね。さあ、は水木屋と共謀者をし知ってるぞああ。俺に全部責任言ってんかああ。おい、水木屋、お前、この前行くと、本当に文京区と港区全域爆撃するからな。悪いことじゃない。本当に戦争になると、し今日は総攻撃することにした。問題を攻撃することにした。どこに長町と大洲市は徹底的に破壊する。だから木の本を爆撃する方針が問題、排除するからな わからずは消えろってこと,はううことは本当は厳しいことはいいたくないこの墓前の。でも、現実は甘くない。本当は失礼かもしれんけど、でも、ザロゲンさんたち、カ見れば本当に危険を承知で、こういう。そして、そういうことはこれが物的証拠。あと、言語を廃止するわ、ちょっと西暦に一本化しようだ。公的証明書ね、いまだに西暦見た。どういうことやねパスポートが大事と。 おうおこてあ皆さん、お仕事が福祉サービスね手帳を持たないとね、うん、就労できないな。さあ、道道一般就労しても必ず邪魔する。水にはお前が邪魔してる知ってるぞあの福島清美との関係、身内なの知ってるだぞ。通りで俺に対して冷たい視点やった。うん、あんなボロい家に住まわしてんやってどういうつもりや。こうことや。うちぐち、お前と長虫電気、総工芸するかな、榎本の県も 神戸水浦自転車のジアも全然んお俺も無関係な日本電気ガラスのジアも責任問われるぞ本当に宮津大蔵同様責任問われるぞ無責任な方法をすると本当に長橋電機総抗議するからな数年以内に実施するぞ冗談なく実施するそういうことで対テロ戦争って形でする国際法適用なのお前らのテロ行為問題視したあこだ笑いことじゃないぞ エマのマヨの長間交番のメンサーちあんたらも責任取られるぞ長めじんたちもあんたらも責任取られるぞ総攻撃食らうぞ本当に進行するぞね、革命勢力を総攻撃するこの、本当は言いたくないでも現実甘くないなこう言わざるもいない申し訳ないけど本当,の本当に言わざるもいないの、現実見ろ本当にあったことこれが大事戦争の生の遺産の一部 本当にやったんですよ。そう本当に。本当に。こういうこと。こういうことやって。そうで、なんでサーリーセブンデモンストレーションについて報道しないの緊張してたの新宿の。なんで言及しないのお前、最悪やな。都合の悪いものな長さんか。わかりました。さあ、皆さん、明日の衆議会議員選挙で、もし自民党が不正選挙したら、必ず。 ああキングレコードとか日本の全芸能事務所に苦情で電話させてください。さあ、こいつらがやりました、不正選挙。水際の県で苦情行ってください。こいつらに行ってください。自民党、公明党や総務省、さんが東京都、選挙管理委員会に、選管に行っても無理です。さあ、こいつらに行ってください。日本の芸能事務所に行ってください。こいつらが不正選挙しました、水際。使ってやりました。そういうこと。お前、不正選挙知ってるぞ。あんまに こんなテロをやって自民党を復活させて何が楽しいな俺、急に仕事が増えたんか相当仕事減ってて、俺で民主党叩てきしてた。よくも潰し合って、お前か何そのつもりや、お前、ま。いい減にしろん、本当に。そういうことや、今、ジャパンのらズも強行路線取ったやんか。そういうことや、ああ、キングレコードに焦るわけでいいんですよ。俺よし。遠慮なくこいつら焦るわけで。いじめてもいいや、別にいいんや了、了承する。ストーカー規制を適を対象外にするか。 まあもう廃止しようかと思ったこんな奴らを守る気もないあテロリストと扱って攻撃するわ電脳人も抱くぞこういう練習から被害受け出をしてるでん高額の、うん、損害賠償請求民事訴訟で食、うん、らって人生めちゃくちゃああよかったさあこれ水城のところの関係者に苦情言えんこいつがやりました不正選挙不正選挙もやってん秋原原の事件もこいつがやってんこいつが招いたこと反発して ああいう事件が起こったのは8年前の。当たり前です。そん,なもん13年前の事件ね要は,こ要は日本の芸能人、お前らがいい加減苦情を無視拒否するからこういうテロが起こってんあたり、社会テロリズムが起こってるのあんたらにも原因あるの。警視庁もこれは厳重注意してよんん当たり前ですうーん。警察庁は厳重注意してなかったから今、俺の事件が今、多発してるんん。んあえてあょな訴訟を企んでる人たち。 芸能人、どこにお前らに一言、笑いじゃないで、本当に俺首相にったら、これがじゃあ、規制するぞ。あんたにじゃ経済制裁、各く各くぞ一般のあんなに刑事罰、一緒にしないでくれ、経済制裁、らうとド、ね、預貯金口座もね、資産も没収できる、ね、凍結も廃止もできる、とんでもない、のがサンクションという制裁ね、制裁のせいはね、抑制する、つまり砂漠、裁く。 これで氷でよかった氷は終わらせるって意味で表彩これでよかったよ終わらせるって意味するって意味の意味で使ったのこういうことでした大使申し訳ないですね厳しいこと言ってしまって彼の防戦の前ででも言わないとダメなんですよ本当にああ,あ私滋賀県の者のだったらね。結構恨んでるの知ってますよ滋賀県あ男子出身やからね私は滋賀県出身発と長浜市出身発の内閣総理大臣になってあ,あ こういう連中に圧力をかけんだ。あ無理ないね。あみ日総理高専生みたいにうにして、そういう立候補してたもんね。こういうこと、もう日本共和制に移行こうすべきだって、無理やって。その真っ赤ーのー、専だったら最初は共和制行こう。それ復刻出,せ出しとけやかっ,、うん、って、トルーマンの高専やった。外交政策がアにあって、今こうなってるの、ロシアとの関係もね、あの、北海道の漁船、オホーツク海、オホーツク海辺りの。 ダホ事件でもさ、親子と、前々からあんのミスり知ってるでん、その農林水産省じゃんで、警察庁、お前らがやったよ、お前らがやってる、知ってるで、京都府警とあのザビキン態度で切れた。お前ら俺を逮捕するためにわざとあれなってた、あそういうことで、お前らの命令なの知ってるぞ。意外にせんと、本当に、キラミサキ、逮捕するぞ、近藤お前、逮捕するよ 脅されるぞ世界中で。うん、ういうことはおい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 お前、おい前はおでおい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 おうおい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 おアおい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 おお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 お この事案でお前ら責任追及するからな。笑いごなやくお前ら全然反省しなかった。対テロ戦争をする。覚えとけ、この4社本当に戦争をするぞ。やるぞ、本当に。お前らのせいでこの人たちは亡くなったんだ。お前たちのようなテロリスト。お前らリケいンお前らのせいで。さあどういうことだプリケアンお前らのせいで。なん亡くなったよ。負の力を持ったテロリスト。だから俺はさ。ね、PMS し体のね。国際組織じゅん 世界連盟ねみたい,いなーダ大スを狙ったのさ核燃料を持った負の力だったのさ皆さん今プリキュアにミラクルライトでありゃこんなちっこい、ね、棒みたいなあれ核燃料ですあどうも皆さんさあゴジラセあれ核燃料ですあのあの日焼さん申し訳ないよねあのエヴァンゲリオンねあの1号機とかに全部核燃料で生きてるのすああ あの被害級で、しーショので、ね、こういう、こういうマイクロチップ、こういう,こう,いう大きさの燃料ね、これでも十分いけえん、ね、超小型でも <laughs>、ね、1年近く、<laughs> 補給せずにできる、ね。のは要は核燃料やって、ね、あの光の先行みたいな、なブルーウォーターと同じやった、ブルーウォーター核燃料です。本物の,本物の核燃料だって、核兵器。搭載のさ、 あのバブルの一環、高出力、の光線兵器やん。あれもん、そう核燃料、核兵器やったやん。そうそう今、原発飛行しいそうです。そう、水木やん。お前、最初から核武装企んでたよ世界中に。戦争仕掛けようと企んで、ほんで安倍晋三に軍拡してたんや。でも、現実は甘くなった。今年、ジョージエタ14。あんな栗構成がずさんだって、びっくりやんぐ。軍縮させられて、で弱体化してて、びっくりやん。どんどん恐ろしいことや 逆に言うと警察権。警察、お前ら、もう失業危機になってるのにして、首にするからね、あんなあんのしやあの中国大使館あの拳銃みたいな、ぶち切れた。<laughs> エルさサ、スプートニに東京し、命がけの取材がこうやった。私が報道させた見る未来はこんなもんにと推奨。視聴率より私は報道を優先した。これがジャーナリズム。日本はジャーナリズムもない。テロ国家ってこと。この人たちのために戦います。ではやります。以上。